今、コロナ禍などの影響を受け、ふるさと納税による寄付額が全国的に増えています。過疎化が進む自治体にとっては、寄付金は社会基盤を維持していく上での貴重な財源となっています。広島県の北西部に位置する安芸太田町。人口およそ6000人で、2人に1人が65歳以上と高齢化が進む町に、ふるさと納税は大きな役割を果たしています。安芸太田町は広島県で一番小さな町なんですけども、そこに1億5000万円の寄付をいただけるということがですね、町民の皆さんにとってこう誇りであったり喜びであったりしますので、いろんな意味でですね、町の支えになっております。おととし初めて1億円を超えた寄付金が、去年はおよそ1億4400万円。今年はそれを上回る1億7000万円が目標です。歳入のおよそ半分が地方交付税という町にとって今や欠かせない財源です。増えている安芸太田町のふるさと納税を牽引するのはこちらのたい焼きです。返礼品の一番人気は吉尾のたい焼き。6000円の寄付で羽根付きが特徴のたい焼きが10個届きます。たい焼きだけでおよそ3100万円の寄付金、安芸太田町全体の5分の1を占めます。山口とか岡山とかそういったところからも来られるようになります。うちのたい焼きがですね、そういった町に貢献できるっていうのはですね、大変喜んでます。今では返礼品となっている冷凍用が店の売り上げの2割を占めるほどになりました。今月10日から営業を始める新店舗では、返礼品を保管するため冷凍スペースを3割広くしました。生産量が増えてくるとですね、人手が足らないので、スタッフさんとかですね、募集も増やしてですね、そういった雇用の面でもですね、町に貢献できればなと思います。安芸太田町では納税者が寄付金の活用方法を選ぶことができます。昨年度の寄付金から保育施設などの管理におよそ3000万円、図書館の運営事業におよそ1700万円が当てられます。さらに環境の保全にも、草原の山として知られる深入山など観光施設の管理におよそ700万円が使われます。安芸太田町に寄付している方がですね、安芸太田町のことを思っていただき、町に来ていただいて町の魅力を知っていただく、将来移住とか考えるようなきっかけになっていただければというふうに考えています。寄付した人とその町で暮らす人々をつなぐふるさと納税、将来にわたり地域社会を支える役割も期待されています。それでは改めてふるさと納税の仕組みについて見ていきます。本来であれば納税者は自分の住んでいる地域に税金を納付するわけなんですが、その一部をふるさと納税で寄付をするという仕組みです。2000円の手数料がかかりますが、応援したい地域から寄付額の 30% 以内の返礼品などが届くシステムです。便利な制度があります。ワンストップ特例制度です。納税をした人は寄付をした自治体から送られてくる申請書をその寄付先の自治体に郵送すれば、その情報を住んでいる自治体に送られて住民税から控除されるという、いわゆるその確定申告が不要というのがこのワンストップ特例制度です。で、これを使うために条件があります。まずは確定申告をする必要がない人、それから寄付先が5つの自治体以内です。そして申し込みのたびに自治体に申請書を郵送する必要があります。そして注意が必要です。これらの書類1月10日までに筆着で郵送する必要があります。ふるさと納税についてお伝えしました。